イエス大使は、新知学協会に発する近代新地学、及びその影響を受けた、商店大使派において、キリスト教の救世主、イエスキリストを霊的指導者の一人とみなしたもの。キリスト教世界に衝撃を与え、カトリック教会に、近代新地学を剣をさせる一員になった。近代新地学の創始者ヘレナ・ピー・ブラバツキーが出会った、ことがあると主張した、大使方の一人ではなく、 後継者のアニーベ・サントと、チャールズ・ウェブ・スター・レッド・ビータによって、両名の1913年の教著マン、ウェンス、ハウ・アンド・ウィザーにおいて、大使の一人に加えられた。イエス大使は、ネオ・神知学の競技においては、古代の知恵の大使の一人、商店大使派においては、アセンデッド・マスターの一人であり、マスターたちの秘密結社グレート・ホワイト・ブラザー・フッドの一員とされる。 新知学協会から分派したアルケーンスクールのアリス・ベイリーによれば、イエス大使はオカルティズムの概念である7光線のうち、第6光線を司る。普遍勝利協会の教祖エリザ・エス・クレアによると、イエス大使はアトランティスの皇帝に2度転生しているという。1度目は、紀元前33,050年、2度目は、紀元前15,000年のことである。 アリス・ベイリーによると、イエス大使はかつて紀元前13世紀に、ヘブライの軍事指導者ヨシュアに、紀元前16世紀に大祭司ヨシュアに生まれ変わった。商店大使派の信奉者は、イエス大使は、エルサレムでの貼り付けによって、第4段階のイニシエーション、近代新知学の概念を受けたのだと信じている。アルケンスクールのアリス・ベリーや、シェア・インターナショナルのベンジャミン・クレームは、イエスは、 肉体から復活したとき、デュアナのアポローニオスに生まれ変わったと信じている。一方、昇天大使派の信奉者は、イエスが自身の肉体を伴って復活し商店したという、キリスト教の見方を指示する。昇天大使派の信奉者は、復活の後イエスが40日目に昇天したとき、彼はユダヤからカシミールに空中に浮遊して移動し、ここで81歳になるまで行き、 そこでシャンバラに焦点したと信じている。K. ポール・ジョンソンは、ヘレナ・ P ・ブラバツキーは、大仕方について書き、大仕方からの手紙をこしらえたが、その大仕方とは、実際には、彼女の助言者であった人々を理想化したものに、過ぎなかった、と主張している。ニューヨーク・タイムズの記事で、ポール・ツ・ワイクは、ブラバツキーの掲示は、欺瞞的なものであったと主張した。 イメージオブザマスターやソディストリビューテッドバイザカイラン、アンドペインテッドバイニューエージアーチストピーターフィック、クリスティアンセンハットベセント、アニーアンドレデベター、CW マン、ハウ、ウェンス、アンドウィザー、アドヤー、インディア、1913ピースサフィックル、パブリッシングハウスページページ133、ベイリー、アリス・エー、エイトリーテス・オン・コズミック・ファイア、1932、 ルシストラスト、1925、P1237 ハットプロフェット、エリザベス・クレアプロフェット、マーク・ザ・マスターズゼア・リトリーツ・コーウィン・スプリングス、モンタナ、2003サミット、ユニバーシティ・プレス・ページーズ142から143、ベイリー、アリス・エイニシエーション、ヒューマンソーラー・ニューヨーク、1922、ルシス・パブリッシング・ページ56プロフェット、 エリザベス・クレアプロフェットマーク・ザ・マスターズゼア・リトリーツ・コーウィン・スプリングスモンタナ二0 3サミット・ユニバーシティ・プレスページーズ144ジョンソンポール・ケイイネシーイツ・オブ・ティーサフィックル・マスターズ・オールバニーニューヨーク1995ステートユニバーシティ・オブ・ニューヨーク・プレストーキング・ツー・ザデッド・アンド・アザー・ミュースメンツ・バイ ポールツバイクニューヨークタイムズオクトーバー後1980ありがとうございます。